ジョン・ドルトン、ジョン・ドルトン、ジョン・ドルトン、1766年9月6日から1844年7月27日は、イギリスの科学者、物理学者並びに、気象学者、原子説を提唱したことで知られる。また、自分自身と親族の色覚を研究し、自らが先天色覚異常であることを発見したことによって、色覚異常を意味する、ドルトニズムの語源となった。 カンバーランド州イーグルスフィールドでクエーカー教徒の一家に生まれる。旗織りの息子であり、地元の小学校で初等教育を受けたが、そこの教師が1778年に引退すると12歳にして教師となった。15歳の時兄と共に近くのケンダルでクエーカー教徒の学校を運営、1790年頃法律家か医師になることを志したが、 当時のイングランドでは被告教徒は大学に入学でなかったため親族に反対され1793年までケンダルに泊まりその後マンチェスターに引っ越した盲目の哲学者で博物学者のジョン・ゴフに指示して科学知識を身につけ新たに創設されたマンチェスター・アカデミー後のハリス・マンチェスター・カレッジで数学と自然哲学の教師になった1800年まで そこで教師を続けたが、大学の財政が悪化したため職を辞し、数学と自然哲学の家庭教師として働くことにした。若い頃のドルトンは、イーグルスフィールドのクエーカー教徒エリヒュー・ロビンソンに強く影響を受けている。ロビンソンは有能な気象学者で、危機制作者であり、ドルトンに数学と気象学への興味を植え付けた。ケンダルにいた頃、ドルトンは、ジェントルマン、 S& レディスダイアリーズ氏に寄せられた様々な問題や疑問に答えており、1787年から気象学に関する日記を付け始めた。その後の57年間で日記には20万以上の気象観測記録が記された。同じ頃、ジョージ・ハドレーの大気循環理論、ハドレー循環を独自に再発見してる。ドルトンの最初の出版物は、 ミティラロジェクル・アブザーベーションス・アンド・エッセイズで、後の発見の方はが,がいくつか見られる。しかしその独創的論文に他の学者が注目することはほとんどなかった。二作目のエレメンツ・オブ・イングリッシュ・グラマーは1801年に出版。1794年、マンチェスターに移って間もなく、ドルトンは通称リット・アンド・フィルの会員に選ばれた。 その数週間後自らの色覚を題材にした論文を発表し、先天色覚異常が眼球の液体媒地の変色によって起きるという仮説を提唱した。西欧近代科学においては、ドルトンが自らの色覚を観察し発表するまで、先天色覚異常に関する学術研究が行われていかったとの定説がある。 ドルトンの仮説の誤りは存命中に明らかになったが、研究の先駆性が評価され、先天式核異常をドルトニズムと呼ぶようになった。ドルトンの死後保存された眼球の組織を1995年に調査したところ、ドルトンの先天式核異常は中波長の衰体細胞、M 衰体が働かないもの、二型二式核であることが判明した。なお、ドルトンは、 論文で次のように記している。この論文に続いて、雨と、露、流水の起源、熱、空の色、水蒸気、英語の助動詞と分子、光の反射特設といった様々な主題の論文を書いた。1800年、マンチェスターリテラリーフィロソフィカルソサイティの職員となり、翌年には、エクスペリマントルエッセイズと題した一連の重要な論文を発表。 機体の混合物について、真空、または大気中での様々な温度における水蒸気や他の蒸気の圧力について、蒸発について、機体の熱膨張率について論じた。この四つの論文は1802年のリットフィルの学会誌二番目の論文は次のような強烈な意見表明から始まる。 摂氏0度から摂氏100度までの様々な温度での水蒸気圧の測定実験の後、ドルトンは6種類の異なる液体の蒸気圧を観察し、同じ温度変化による蒸気圧の変化は液体の種類に依存しないと断定した。4つ目の論文では次のように記している。つまりドルトンは、ジョセフ・ルイ・ン・ゲイ・イコール・ルサックが1802年に発表したゲイ・イコール・ルサックの法則。 または、シャルルの法則に到達していた。その後に、3年間、ドルトンは同様のテーマの論文を発表し、1803年の水や他の液体による気体の吸収についての論文で、ドルトンの法則と呼ばれるようになる分圧の法則を提示した。ドルトンの研究の中でも最も重要とされているのは、科学的原子説である。彼が、 原子説に到達したのは、エチレンとメタンの研究、または、ア酸化窒素と二酸化窒素の分析が元になったという、説がある。どちらもトマス・トムソンの権威によっている。しかし、リットフィルのドルトンの実験室で発見された、ノートの分析により、倍数比例の法則がなぜ成り立つのかを考える過程で、一定の質量比率の原子の相互作用によって、 化学反応が起きているという考え方に到達した、すなわち大気や他の気体の物理特性を研究する過程で純粋に物理的概念として原子説の考え方に至ったと断定された。この考え方は前日のドルトンの法則を提示した液体による気体の吸収に関する論文の最後の型に初めて書かれているが、 論文の発表は1803年10月21日で、それが出版されたのは1805年のことである。ドルトンは次のように記している。ドルトンは相対原子質量、原子量の表を出版した。最初の表には、水素、酸素、窒素、炭素、硫黄、リンという6種類の元素が掲載されており、水素原子の質量を1としている。この論文では、 どうやって、それらの値に到達したのかは説明されていない。しかし、実験室のノートには1803年9月6日付で、同時代の科学者らによる水、アンモニア、二酸化炭素などの分析からそれら元素の相対原子質量を求めたことが分かった。期待が全て原子からなると確信したドルトンは、次に、原子の相対的大きさ、直径を求めるという問題に直面した。 そして組み合わせは常に可能な限り単純なものになると仮定し、化学反応が異なる質量の粒子の組み合わせで起きるという考え方に到達した。この点が古代ギリシアのデモクリトスやルクレティウスの原子論と異なる点である。この考え方を物質全般に拡張することで倍数ピ例の法則が導かれ、実験によってそれが正しいことを確認した。酸素は ある量の窒素、またはその倍の量の窒素を加合するが、その中間の量の窒素とは加合しないという倍数比例の法則のもとになったと思われる記述が1802年11月に発表した論文にあるが、この論文が実際に出版されたのは1805年であり、その間に過失された可能性も否定できない。1808年の著作入。 システムオブケミカルフィロソフィーには二原子、三原子、四原子の分子などが化合物を表す最も単純な形態として一覧で描かれている。彼は化合物の構造が整数比率で表されると仮定した。したがって元素 X の原子1個と元素 Y の原子1個が結びついて二元化合物となり元素 X の原子1個と元素 Y の原子2個、または その逆が結びついて元化合物になるとした。ニューシステムオブケミカルフィロソフィーに示された化合物の構造は現代の観点から見て正しいものもあれば間違っているものもある。彼は元素記号も発表したがそれは黒く塗りつぶされた丸が炭素を表すといったようなものであったため広まりはしなかったものの歴史的な意義はあった。ニューシステムオブケミカルフィロソフィーではその記号を 使って元素や化合物を表している。ドルトンは次のような単純さ最大の法則も提唱したが、独自に検証できなかったため論争を生んだ。これは自然の単純さへのドルトンの革新から生まれた単なる仮説だった。当時、化合物の分子を構成する原子が何個なのかを推論できる証拠は存在しなかった。しかし、 相対原子質量を求めるには何らかの分子式を仮定する必要があり、このような法則は初期の理論には必須だった。ともかく単純さ最大の法則により、ドルトンは水の分子式が O、アンモニアの分子式が NH だと推定し、それらは間違っていた。ドルトンの原子説はその根幹が不確かだったが、その原則は生き残った。確かに、 化学反応において原子がさらに小さな粒子に分裂したり原子が生成したり破壊されたりしないという原則は原子核融合や原子核分裂の存在と相入れないとも言えるがそういった反応は原子核反応であって化学反応ではないとも言えるさらに原子には少しだけ質量の異なる同位体が存在するため同じ元素の原子は同じ大きさ質量 性質を持つという原則は正確ではない。それでも、ドルトンの生み出した原子説は極めて重要であり、アントワーヌ・ラボアジエの質量保存の法則以来の科学史上の重大な進歩だった。ドルトンは原子説をトムソンに伝え、トムソンのシステム・オブ・ケミストリー第3版にその概要を掲載することに同意し、自身もニューシステム・オブ・ケミカル・フィロソフィーの第1巻の第一部に、 初めて原始説を記した。道著の第二部は1810年に出版されたが、第二巻第一部が出版されるのは1827年のことである。目新しい部分は付録だけで、本体の内容に目新しさはなかったため、なぜこれほどまで出版が遅れたのかは不明である。また、第二巻、第二部は出版されなかった。年から亡くなるまでドルトンは、 リットフィルの会長を務め、多数の論文をその学会誌に発表した。ただし重要な論文は、初期のものに集中している。1814年の論文では、定量分析、適定の原理を解説しており、その分野では最初期のものである。1840年には、リン酸塩とヒ素に関する論文を王立協会に提出して、出版を断られ、 激怒して自分で出版した。その後も四つの論文が同様の経過をたどった。中でもそのうち二つ、様々な塩に含まれる酸、塩基、塩の量についてと、砂糖の新たな容易な分析法については、ドトン自身が原子説に次ぐ重要な論文だと考えていた。その中である種のカルボン酸無水物を水に溶かした時体積が増えないという現象について、 水分子の隙間に塩が入り込むからだと推測していい。ドルトンの有名な弟子として、ジェームズ・プレスコット・ジュールがいる。ドルトンは、より精度の高い実験器具が入手可能であっても、不正確な器具で満足していた。ハンフリー・デイビーはドルトンは、実験者としては、極めて粗雑だとし、手よりも頭で必要な結果を得ていると評した。一方で、後の歴史家が、 ドルトンの重要な実験を再現し、ドルトンの実験結果が極めて正確だったことを確認している。ニューシステムオブケミカルフィロソフィーの第一巻、第二部の序文でドルトンは他社の公表した結果をのみにしたことで何度もひどい目にあったとし、可能な限り自分で確かめられたものしか採用しないとしていた。したがって、おそらく、 ゲイイコールルサックの気体の体積についての法則も完全に受け入れたわけではなかったとみられる。塩素についてもデイビーがその特性を正確に測定した後も自分で求めた原子質量を使っていた。イエンス・ベルセリウスの元素記号の表記法にも反対していた。原子説を提唱する以前から科学界では有名だった。1804年、ロンドンの王立研究所で 自然哲学の講師を務め、1809年から1810年にも講師を務めている。ただしその講義を調講した者の,のことによれば、声が不明瞭で説明も容量を得ず、講師としてはあまり優秀ではなかったという。1810年、ハンフリー・デイビーが王立協会フェローにドルトンを推薦したが、ドルトンはおそらく経済的事情からこれを辞退している。しかし、 1822年に王立協会フェローに選出された。1826年ロイヤルメダルを受賞。1818 18年にはフランスの科学アカデミーの通信会員に選ばれ。1830年には亡くなったデイビーの代わりにドアデミーの外国人会員に選ばれた。1833年、首相のチャールズ・グレイはドルトンに150ポンドの年金を授与し、 1836年には300ポンドに増額した。ドルトンは一度も結婚せず、友人も少なかった。25年以上にわたって、友人の W. ジョンズとマンチェスターで同居していた。年に一度コスイ地方に旅行に出かけるときと時折、ロンドンに出かけるとき以外は、マンチェスターで研究に明け暮れた。1822年にパリを訪れ、同時代の科学者らと会っている。 1837年に脳梗塞を患い、1838年の2度目の脳梗塞で言語症となったが、実験を続けた。1844年5月、3度目の脳梗塞を発症し、同年7月26日に最後の気象観測記録を震える手で日記に記した。7月27日、マンチェスターの自室で、 ベッドから落ちて亡くなっているのを同居人が発見した。マンチェスターの墓地に埋葬されたが、その墓地は今では運動場になっており、元々の墓は出版物に写真で残っているだけである。統一原子質量単位はドルトンとも呼ばれている。月にはドルトンの名を冠したクレーターがある。マンチェスターにはジョンドルトン通りがある。 マンチェスターメトロポリタン大学の工学部には、ドルトンの名を冠した建物があり、その前に、ドルトンの彫像がある。1855年、ウィリアム・ティード作。マンチェスター大学にも、ドルトンの名を冠したホールがあり、ドルトンの名を冠した科学と数学の奨学金がある。は、これまでに12回、ドルトンメダルを授与したことがある。クエーカー・京都の学校でも、 ドルトンの名を冠している行動がいくつも存在する。1940年12月24日、マンチェスターリテラリーフィロソフィカルソサイティの建物が爆撃を受け、ドルトンに関する資料の大部分が失われた。残った資料はマンチェスターのが所蔵している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。